さあハードオフのフィギュアコーナー見ていきましょう。フィギュアコーナーに何があるかな。まずこのね、箱に何か入ってるかな。なんだこれは、オオクワガタ。さあまずはね、てかね、今回はやっぱね新入荷をメインで探してます。レトロロボットっぽいやつ、ここにはあるかな。このクッションめっちゃ前からあるんだよな。タオルとかは新入荷かもしんないけど、呪術廻戦今めっちゃありますよね。お、アメトイだけど、これねカプコンだっけな。アメトイじゃないか。じゃあカプコンのフィギュア、このサイズでこの値段はちょっと安い感じしますね。で、お、GI ジョー的なやつ、敵というか GI ジョーなのかな。で、今何を探しているかっていうと、こちらババン、スターウォーズのベアブリックが売ってました。値段が全然違うんで、まあ価値がそれ違うんだろうけど、2体セットで500円とかで安くなってるんだよね。まあこれが安い理由としては、こっち見ればわかるんですけど、これ箱とかないのにワンダーウーマンとかね1000円、まあ右側の服掛けがあるんですよ、こっち側にこの網網のとこ、そこのはね、これロビンとかも全部ね1000円均一なんですよね。まあ、これも誰かがねまとめて売ったやつで、まあ割と最近入荷したのかな。トルーパーとかもいたけど、まあ、これはね前回先週行った時もあったかな。まあいくつか売れた可能性はあるけど、そこまではちょっと把握できてないんで。でこれが新しく入荷してて、これネットモール出てないのか。5500円のこれね、アクションフィギュアなのかな、ドールというかね。はい、これ初めて見たなんか感動した。あ、初めて見たおもちゃだと思って。もうおもちゃって言っていいのか分かんないよね、芸術品なのかな、分かんないけど。で、あの将棋盤のガチなやつが、まあ状態悪いから1000円でありました。僕もね将棋盤昔から探してるんだよね。でアンパンマン、これも新しいかな、なんか前なかった気がする。でアンパンマン別のコーナーにあるんですよ、雑貨コーナーの方にあるんだけど、アンパンマンコーナーなぜかこっちにあった。で、あ、ブルタウラス、うちにね新品未開封があるんだけどね、価値が上がらないんだよ。ブルタウラス、銀河版のロボなんだけど、あ、正確にはブルブラックのロボかな。そう、反対側に行くとね、あのゴルフグッズとかスポーツアイテムがあるんだけど、でここはねボードゲームのコーナーで、日本なんて書いてあった、今日本機動部隊、この辺ボードゲーム系ですね。カタンとかもあったかな。あ、キャプテンリノ、これ YouTube でプレイ動画見たな、誰がやってたんだっけな、ゴージャス動画かなんかで見た気がするんだよな、間違ったらごめんね。あ、これなんか初めて見た、ウミガメの島、面白いボードゲームいっぱいあるんだよな。で僕も結構持ってるんだけど、なかなかね身近にやる友達がいないっていうかねえ。あー、これなんか懐かしい、生き残り大作戦、僕もこれよくおじいちゃんと遊んでました、ちっちゃい頃。まあこれじゃなくてもっと新しいやつなんだけど、僕のはね、わかんないけど、どっちが古いかは。そう、ずっと出てますよね。ただルールを把握してなくて、ガチャガチャガチャってやってボール落としてた。で、ウルトラマン、これね、これ前からあるんだけど、京本コレクションって一時出てたじゃん、昔。僕も太郎を親に買ってもらったんですよ、ちっちゃい頃。結構高かった印象がある、なんか。で、ウルトラマンパワードなんだけど、これも京本コレクションで、これ、まあ、ね、オフモールか。出品されてますね、ネットの方にも。これ多分限定版だよね。あの色がさ、モノクロっていうの、あのプラモとかもそうじゃん、ガンプラとかものやつって大体限定だよね、箱がモノクロのやつ。グランバード、ファイバードに出てくるやつ、太陽の勇者、太陽の勇者、太陽の勇者。もうここら辺はね、僕のねまだね知識の範疇外なんでね、ちょっとねもうそこら辺のね、この辺の世代のロボはね、あんままだ知らないんですよ僕。もう知ったらね、うわーってなるかもしんないけど。あ、ジェンガ、これも地味にいいんだよな、800円。これ絶対盛り上がる、ね、まあ、パーティーゲームというか、テーブルゲームというか。ジェンガは盛り上がる。誰とやっても盛り上がる感じがする。最後絶対さ、うわーってなるじゃん、ジェンガ。あれはね、よくできたゲームです。あ、これあれじゃん、ガンダムのラストワンショーなのに安いんだよな。しかも値札が何枚も貼ってあるから、どんどん安くなったんだろうね。まあ箱が若干色あせてるっていうのもあるのかな、安くなった理由は。でプラモデルがなぜかね、この店舗ね、一時ねもう棚に入りきらないぐらい入荷したんですよ。
だからね、その名残でまだいっぱいあるんだよね。まあさすがにね、レアなのとかはね、買われちゃってるかもしれないけど。これもガンダムかな。で、プライズフィギュア。プライズフィギュアもさ、よくこんな出てるよね。よくみんなだから、ユーゲッチャーで誰かしらが撮ってんでしょ。撮る人めっちゃ撮るもんね。みんなうまいよね。今ちょっとね、ドラゴンボールの方のね、奥を探してます。もうカメラ気にしてないよね、僕ね、角度的に。もう探す方に夢中になっちゃうんじゃない。これがちょっと良くないとこだな。もう夢中になってるな。カメラを気にするんだ、もっと。で、今からね、ちょっとまた別のおもちゃコーナーに行きます。こっちにぬいぐるみがあって、ベビーベッドに。なんかちょっとね、リニューアルされてたんだけど、新入荷はそんななかったかなって感じ。これね、ちょっと買うかずっと悩んでる。マイクラのぬいぐるみが欲しくて。で、あの、煉獄さんとかも入ってるやつ。300円なんですよ、セットで。マイクラだけ欲しいなと思ってるんだけどね、ちょっと。ふたち丸もいいよな。これポケセンのやつで。これ、前回紹介できなかったんだけど、こういう生き物系のぬいぐるみって地味に人気なんですよ、フリマとかでも。ピラルク？これ。すごいな。生き物系のぬいぐるみね、いいよね。クオリティ高いの多いもんね。あ、これとかちょっと新しいかも。前回なかった気がする。で、これのグデ玉とかも新しいかな。僕がゲーセンでバイトしてるときね、グデ玉人気で、結構ユーロキャッチャーの景品でありましたね。まあ僕、ゲーセンでバイトしてたっつっても1ヶ月半ぐらいかな。そう、交通費がかかるところだったからすぐ辞めちゃったんですよね。で、怪獣の足。まあ今のぬいぐるみスリッパ。で、こっちちょっと大きい。まあもうクッションだよね、これの。ここまで行くと。クッションじゃないか、ぬいぐるみか。タコの足ね。で、ちょっと今こっち行って、ハンカチとかもあるんだけど、雑貨コーナーですね。雑貨コーナーにキャラクターグッズがあって、これ新入荷です。進撃の巨人の好きな方ね、ぜひ、これは。まあ、500円でどうなの？安いのかな？これは。わからない、これは。まあ、キーホルダーとかも入ってたから、もちろん定価とかから言ったら全然安いんだけど、100円とかでバーンとあればね、買うんだけど、100円はないか、さすがに。で、おそ松さんの詰め合わせは売れ残ってるけど、いまだにファンいるみたいで、フリマでも売れるらしいですよ。うん。あ、これ新しく入ってたね。ドラゴンボールの、まあ、一番くじの、まあ、マスクケース、ハズレショーって言っていいのかな。まあ、ハズレショーだよね、フィギュアに比べるとね。が、もうめっちゃあった。誰かまとめて、多分くじ買ったんだろうね。で、これはいらないっつって言ったみたいな。あ、絵ね。絵とかに最近僕興味あってさ、あの直筆イラストみたいなコピックっていうのわかんないけど、あ、これ貯金箱なんだって、ゾウさんの。これ新入荷です。前回なかった。手作りなのかなと思ったんだけど、多分違うよね。あ、これね、前回ちゃんと紹介できなかったんだけどね、ショッカーの、あのなんかジェルってスライムみたいなのが入ってるのかな、汚れ掃除用のスライム。あ、この辺ね、文具関係が詰め合わせであるんで、普通になんか事務用品とか探してる人、ここら辺でね、安く手に入りますよ。封筒とかたまに安いから。あ、なんかいた、あ、なんかいた、なんかいたぞ。さあ、これね、さっき言ってたアンパンマンコーナーがこちらですね。まあこっち、あ、これ新入荷です。前回ね、あの入荷したのを見たんで、1週間前近くに、1週間も経ってないか、6日前ぐらいか。おーっと、リュウソージャーの、まあ、なんていうのかな、ペンケースセットっていうのかな、クレヨンセット。100円、やばい。これ普通に買ってもよかったんだよな。まあ、なんか詰め合わせ、チョコエッグとかも入ってたね。チョコエッグも定価で考えるとね、200円近いからね。水を使わない、洗いません、洗濯機。それは水使わなきゃ、水使わずに洗えたらいいよな。あ、ポテトヘッドの奥さんだ。ポテトヘッドのおもちゃもトイザラスとかでずっと売ってますよね。こっちはね、やっぱね、おもちゃなんだけど、ちっちゃい子向けのアイテムだから、あの普通の大人の人とかは探しに来ない人が多いんですよ。だから意外とね、宝が残ってる場合があります、ウルトラマン。まあでもね、あんま高価なものはないのかな。やっぱりちっちゃい子向けのおもちゃですね。なんで、オフハウス行ったりね、ハードオフ行ったら、いろんなコーナー見ていってください。ご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバーイ。